しね。来ました。しゃうまそう。人間うまい。どうも、趣味家の妻と夫です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今が、午前4時半ぐらい。今日はこれから東京駅に移動して新幹線に乗って東北に向かおうと思います。ということで今回は園芸店や園芸イベントを通じて日本一周しちゃおうという園芸日本一周の回ですね。はい、はい、そして今回目指すのは岩手県です。実はこの遠征企画しれっとね1ヶ月ぐらいお休みしちゃってたので、ちょっと景気づけの意味も兼ねて今回は遠方に行ってみようかなと思います。まあといっても日帰り弾丸ツアーなのでちょっとね慌ただしい一日になるかもしれませんが、はい、楽しみですね。うん、いやでもねめっちゃ暑い暑い汗だらだらだね。実は最寄り駅がまだ始発始まってなくって一駅ね歩いてきたんですけど汗がびしょびしょ。暑い。もう暑いんですけど行きましょう。頑張りましょう。はい。Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I would like to come out.Something in me feels like all of me, and we dance all alone. Come on in.はい、というわけで岩手県に着きました。はい。今岩手県で僕らは北上駅、はい、という駅に来ています。でここ北上駅で今日僕らが訪れるお店はアガベさんさんというお店です。アガベさんはもうその名の通りね、まあ、アガベの販売者さんとしてもうすごく有名な方で、先日東京で行われていたボタニカルボタニカルにも出展されていたのでご存知の方もね多いんじゃないかなと思います。でそのアガベさんさんは今までイベント出店が多かったみたいなんですが、今回ここ岩手県で実店舗をオープンされるっていうことで、しかも今日がオープン日、うん、っていうことでお祝いを兼ねて今回遊びに来ました。はい、でさらに今日から3日間の間はオープンイベントっていうことで、全国の趣味家さんから集まったアガベが抽選で当たったり、なんとね39円の方も激安アガベが商品の中に隠れてたりするっていう、いろんなね企画が用意されてるようなのですごく楽しみです。目にできるといいね。そうだね、見つけられたらちょっとゲットしたいね、うん、はい、というわけで駅からも結構近いみたいなので早速行ってきます。行ってきます。すごいね、並んでるね。並んでるね。カーブステーションWithout you, I'm just moving in between. 差し入れていただきました。助かりね。ね。かっこいいね、看板。うん。For someone else to fill the void in me, a harsh reality. And I've heard you're with someone else. While I'm here by myself, holding on to what you left. Was it all in my head?When you said you loved me, 'cause no one can love me better than you did, and I'm still not over it. Did you forget? うわー、すごいすごいね。ねえ。これ砂ぐるかい。そうだね。こんなにイカつくなんのね。ねえ、かっこいいわ。こっちにしようか。はい、ありがとうございます。新鮮そうな方がいい。三角、直感で。こっちの方が発酵しそうか。いいです。うん。
死ぬ血だね。うん、これそうじゃん。こんなになるんだ。拡大って書いてある。いざがらの終わる。純血か。はい。BB。まんまるだね。これがすごい。お気に入り。これお気に入り。低重心ですよ。そうだね。すごいね。すごい本当にここなんか何時間でもいられる。これぐらいのサイズがさ、すごく好きなんだろうね。うちで今一番ちょうどいいサイズか。そうそうそう。コックがおすすめです。コックね。一押しのやつ。やばいやばい。あ、はい。これ何？ハイブリッドかな。ハイブリッドかな。わかんないけど、かっこいいね。スナブル綺麗だな。そのスナブルめっちゃ綺麗だよね。綺麗です。はい、というわけで、はい、買ってきました。買ったね。うん、うん、いや本当にね、すっごい人混み、うん、大人気って感じだったね。買ったね。もう大盛況でよかった本当に。結構株ね、売れちゃってたりもあったんだけど、お目当ての株買えたんじゃないかなと思います。発表は後ほど。そうですね、はい。今回は訪問するお店アガベさんさんしか決めてなかったんですけど、まあ、せっかく岩手まで来てるんでね、ちょっとお昼とか一旦見ましょうか。そうだね。始業式、2、3年始業式、ミョンドンで店開きましたね。すごーい。めっちゃ期待できますね。作りがね、日本はまあ何でも世界で。So that you belong on too many times before. Ended up staring in the bathroom mirror, crying on your bedroom floor. Baby, you can see. Hi. 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 Hi
きました。めっちゃうまそう。そっちが大辛です。大辛です。スイカ入ってんじゃん。うん、またスイカ、また汗かいちゃう。でも辛いの好きだから、うん、いや、うまそう。いいね、うん、いただきましょう。ということで11軒目の遠征地岩手県から帰ってきました。さすがに往復 7,8 時間ぐらいかかる長旅だったので、もう帰ってからはねヘトヘトになってしまい、この映像は別日に撮影しています。いやでも岩手県めちゃくちゃ暑かったね。暑かったね。園芸日本一周としては初めての東北エリアで、まあ、気温的にもね関東よりはやっぱり東北の方が涼しいのかなと思って油断していたんですが、ちょうどね僕らが行った日が例年より10度ぐらい高かったのかなっていうところで、ものすごい猛暑日でもうめちゃくちゃ暑かったです。そんな暑い弾丸遠征で訪れた岩手県だったんですが、実はこの夏最初の遠征地は別の県で考えてたんだよね。うん、そうそうそう、それが次回の遠征地になると思います。ただ阿賀出山さんはこの遠征企画に関わらず以前から SNS やイベントですごく気になっていた方で、めちゃくちゃかっこいい阿賀部を販売されているってことで大人気。うん、そんな阿賀出山さんがこの夏に実店舗を開業されるということを知って、もうこのタイミングを逃す手はないと思い、急遽予定を変更し新幹線を抑え行ってきました。当日は開店時間より、ね、結構前に着いたんですが、それでもすでに十数人ぐらいの方が並んでいて、もうマックス時には最大50人ぐらい並んでいたそうです。地元の阿賀部ラバーの方もいたし、まあ、僕らのように遠方から行っている人もいて、まあ、かと思えばもうフラッとね通りかかった初めて植物買うんですっていう方が、うん、アガベを購入されてたりと、ものすごい賑わいだったんじゃないかなと思います。でそんな中僕らも一株だけ購入してきたので、それをご紹介します。それがこちらアガベの烈焔という品種です。でこのアガベチタノタ烈焔、こんな感じで実はコンテストナンバーがついている株です。で今回この株もアガベさんさんが用意してくれた企画の一つで、この烈焔と京脂雄梅がそれぞれねお手頃な価格で販売されていて、それを店舗で購入した皆さんで1年後ぐらいにねコンテストを開催して、その育成具合を比較する、まあ、共作企画みたいなものですねを開催されていました。で僕らが選んだのがこちらの烈焔。すごいね親指大ぐらいのサイズなんですけど、もうすでに巨子かなりいかついの分かりますかね。ぐちゃぐちゃしてかなりいい感じなんじゃないかなと思います。烈焔は結構幅広でボールタイプにね育つアガベだと思うので、そんなねかっこいい株に育てられるように僕らもここから1年頑張っていきたいなと思います。もしかしたらこの動画をご覧になっている方で同じくねこの共作企画の株買ってらっしゃる方もいると思うので、1年間一緒に頑張りましょう。はい、でもう一ついただいてきました。素敵なステッカー2種類です。これねアルミみたいにキラキラしててめちゃくちゃかっこいい。いいね。うん、お気に入りです。しっかり飾って楽しみたいなと思います。というわけで今日は園芸日本一周の岩手編をお届けしました。はい、
まだまだね岩手県で行きたいところってたくさんあるので、うん、またゆっくり再訪問したいね。うん、そうだね。あと今回も遠征先でたくさんの方にお声掛けいただけて嬉しかったです。まあ、この園芸日本一周企画では日本中を回っているので、もしねあなたの町の園芸店などで見かけた際はお気軽にお声掛けください。とこんな感じでこのチャンネルでは育てているちょっと変わった植物の紹介や園芸店巡り、イベント訪問などの様子も紹介しているので、まだの方はこの機会にぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ